音楽制作ツールの使いこなしをレクチャーするオンラインセミナーサンレコクリエイティブデイズ司会を務めます。サウンドレコーディングマガジンの飯田と申します。よろしくお願いします。今回はジェネレック glm だから正確なモニター音が手に入ると題しまして、ジェネレックの音響補正システムの実演と効果についてご紹介いただきます。講師を務めていただくのは、エンジニアの室生さんです。ローゾさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今回の動画は室蔵さんが拠点としています室ラボからお届けしています室蔵さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきますとレコーディングやミックスマスタリングさらに、えっと、イマーシブ作品にも携わられているエンジニアの室蔵さんはとトラップなど先進的なヒップホップや R&B を得意とされてまして近年では J-POP だったりとか海外の作品まで幅広く手がけられていらっしゃいます、はい でご自身のアーティスト作品を経まして2019年にはクリスタルサウンドでエンジニアとしてのキャリアを開始されまして2024年独立されて現在はフリーのエンジニアとして活動されているということですね、はいはい、でこちらの「室蘭棒」なんですけど、えー、と今もう画面の方で映ってますけれどもジェネリックのモニタースピーカーがたくさん並んでいらっしゃいますけれども、はい、この「 ジェネレックのモニタースピーカームロゾさんが使い始められたのっていうのはいつ頃からなんですか？まああのえっと3年前ぐらいなんですけどももともとの職場でえっと7.1.4ちゃんを組んででその後にあの自分の家でもまず8330をステレオで入れたんですけどその後に8320をイマーシブで組みました。<laughs> はい。どういったところがこうジェネレックのモニタースピーカーの魅力なんですか？うん、やっぱりなんか。 フラットな特性で、あのアーティスト活動してた時から使ってたスタジオとかでもやっぱりジェネリックが多かったので、なんだろう聞き慣れているというか安心する信頼におけるスピーカーです。はい。GLM ソフトウェアといえばジェネリック。 ラウドスピーカーマネージャーの略で20年近い歴史を持っているソフトになるんですけれども、うん、室蔵さんこちらで使われていてこうどのようなメリットを感じられますかそうですね、えっと、GLM ソフトウェアを利用するともうとにかくスピーディーで高精度にスピーカーの音響を補正することができるんです、うん、で、また部屋の形状や調子位置に応じて音響的確に調整する機能を持っているので例えば音響処理が行われていないような どんな環境でも一貫した音質を提供してくれるっていうことだったり、あとはまあ現在各社からいろいろなモニター音響補正システムが出ているんですけど、うん、まあ僕としてはジェネレックの補正システムはその中でも特に優れているなと感じています。はい、実際どのようなところが優れているかっていうのをじゃあこれからいろいろ紹介していただければと思います。はいはい、お願いします。ますジェネレックの JLM ソフトウェアを含むえっ、ー、と補正のシステムっていうのが、はい、サムシステム。 スマートアクティブモニターシステムっていう,、うん、こうシステムになりますがこちらを使うのに必要な機材っていうのはどういったものがあるんでしょうか、えっと、まずはジェネリックの、えー、対応スピーカーそれと、えっと、GLM ソフトウェアと、えっと、測定時に使うマイクと GLM ネットワークアダプター LAN ケーブルを含む GLM キットです今回はこちらの銀の、えー、8320A ローフィニッシュ と、えー、7350A のサブウーハーを使用します。今このこちらはえっ、ー、と動画の収録用にちょっとお借りしているものですけれども、はい、8320A かなり小さいサイズですよね。はい、そうですね。なんか 8320A のような小型機もあるので、まあコストを抑えて高精度なモニター環境を得ることも可能ですし、まあなんか自宅で作業する人とか宅録音を行うようなクリエイターの方などでもニチャン環境とか サブ波を含めた2.1ちゃん環境とか、まあ、さらに台数を増やしてドルビーアトモス7.1.4ちゃんとか、えー、360リアリティオーディオなどのイマーシブ環境でも、えー、使えますし、えっと、さらに最大80台以上のスピーカーレイアウトにも対応するなど本当あらゆる環境に対応しています80台以上っていうと相当なこう広さの環境ですかね。<laughs> ステレオで使うことからその、はい、とても大きな会場での、えー、と環境まで全部網羅してそ、ね、その補正を行えるっていうシステムこでちょっといす。ね。すごいです,ねうですよね。うん、もうあととそれと、はいまあ、インターネット環境も必要です。でまあ、でもこちらについてはインターネットがない環境でもあの平均値を提供してくれるので、まあ、使用はできるんですけどインターネット環境があるとより GLM ソフトウェアでのキャリブレーションの良さを 最大限引き出すすことが可能で GLM ソフトウェア自体もかなり進化を続けているソフトなので最新の、えー、と良さをこう引き出すにはインターネット環境があったほうがいいということですよね。そうですねでは実際に測定に移っていきたいと思います。はい、システムの接続方法について教えていただきたいんですけれども、はいえー、とまず、えー、コンピューターとネットワークアダプターを USB ケーブルを使って接続します。 で、えっ、ー、と、二点チャンの環境では、3本のランケーブルが必要で。ネットワークアダプターから1台のモニターと接続し、2台目以降はデイジーチェーン、えっ、ー、と、数珠つなぎ。で、接続します。その際に、接続の順番は関係ありません。そのネットワークアダプターから、どこか1台のスピーカーにつないで。はい、で、さらにその後。えー、と別のスピーカーにつないでっていうことですね。で、それだけで接続は。 軽いです。<了>はい。手軽ですね。かなり手軽です。<laughs> まあちょっと数多くなるとちょっとあれどこ繋いだっけとおもっちゃいますけど、ニちゃんは完璧です。もうすぐできます。うん、でこの後は何をすればいいんですか。えっと測定マイクを立てて、はい。えー、っと実際に測定します。じゃ実際にお願いします。はい。えー、まずはマイクをネットワークアダプターに、えー、接続します。リスニングポイントは。 二、えー、つの、えー、モニタースピーカーと正三角形を描くように設置します。そして耳の高さに合わせて、えー、マイクは上を向けて設置します。ファイルメニューから新規を選択します。するとこの画面が現れます。えー、レイアウトスタイルを、えー、ステレオにセットします。えー、今回はサブウーファーは含めないので未使用へ。 右のチャンネル左のチャンネルレイアウトが完成したのでレイアウト確定をクリックすると次のグループ設定に進みますまずはグループ名を入力します今回は全てデフォルトの状態でグループを確定させます こちらもデフォルトの状態でキャリブレーションを開始します。こちらの画面については後に説明いたします。それでは測定開始です。 この間にクラウド上にデータが送られ、最適な補正結果が戻ってきます。これでステレオ2チャンネルでのオートキャルが完了しました。かなりスピーディーに測定できましたね。はい、めちゃくちゃ早かったです。 今は実際の作業を想定してあのスピーディーに進めていただいたんですがちょっとそれぞれでどんな作業を行っていたかっていうのをあの紹介していただきたくて今ステレオ2チャンネルで測定いただいたので今度サブウーファーも加えた2.1チャンネルの測定を題材に説明していただけますかはいえ先ほどと同様に、えー、ファイルメニューから新規を選択します、えー、画面上部に ある心、えー、なんですが、えー、レイアウト、グループ、オートキャル、オートフェーズの順番で処理されるということを表しています。レイアウトスタイルを今回は、えー、ステレオウィズサブにセットします。で、ここにはすでにさまざまなレイアウトスタイルが用意されていて、ステレオだけではなくドルビーアトモスの7.1.4チャンや、えー、360リアリティオーディオ、さらに多くのスピーカーレイアウトにも対応しています。 そしミハイチの欄に接続されているデバイスが現れますまずはサブウーファーです R チャンネル L チャンネルえクリックするとデバイスの LED が点滅し ID トーンと呼ばれる識別するための音が選択されたモニターから流れますそれぞれのモニタースピーカーを配置しレイアウトが完成しました 台数が増えたりしても、そのアイコンを配置するっていうのは基本的に同じってことですね。同じです。それではレイアウト確定をクリックすると、次のグループ設定に進みます、えー。グループ名なんですが、今回使用している 8320A with 7350A と入力します。そしてこちらのシステムディレイについては、例えば映像と合わせてスピーカーを鳴らすときに映像は特性上遅れるので、映像に合わせてスピーカーの音を調整し合わせることができます。 この項目では最大 100ms までディレイ調整ができます。その次のベースマネジメントっていうのはどういった項目になりますかえっと、サブウーファーを使用する場合は、このベースマネジメントが大事なポイントとなります。デフォルトは個別ではなく、え一括で 85Hz。この場合、一括だと全てのスピーカーにベースマネジメントがかかり、85Hz 以上を LR のメインスピーカーが再生し、 85Hz 以下をサブウーハーが担当するということになりますここで周波数の決め方について補足するとまず LR の測定結果を見て 70Hz あたりにディップがある場合その上の80とか 85Hz に設定するとそれ以下はサブウーハーが再生するため LR がそのディップの影響を受けなくなりますそれから個別で使うケースというのは例えば5.1チャンネルやマルチチャンネルでの場合に LR はベースマネジメントを行うが リアスピーカーに関してはベースマネジメントを行わずフルレンジで再生したい場合などに有効となります。次が、えー、と入力モードになりますけれども、はい、こちらはどのような項目が選べるんですか？えっとここではデジタルかアナログかを選択できます、えー。今回のケースはアナログ信号で行うためアナログを選択します。そのアナログ信号で接続するっていうのはえっ、ー、と、はい、アナログケーブルでつないでるってことなんですか？ そうですデジタルケーブルでつないでいたらデジタルを選択するってことでするとこですでね次がグループの入力感度になりますけれどもこれはどういった項目でしょうか、えっとまあ、場合によってはなんですがアナログ信号とデジタル信号を同時に使用するケースがあってアナログ信号とデジタル信号ではデジタル信号の方が大きいため、まあ、大体デジタル信号を 20dB 下げると同じぐらいのレベルになります。 この入力感度を合わせることの最大のメリットは、グループをいくつか作って使用する際にメインフェーダーの値はそのままにしてレベルを変動させないように使用することができることです。今回はアナログなのでゼロのまま次のセクションに進みます。それからこちら対応スピーカーではないのでグレーアウトしてますが、ジェネレックのワンズのモニターで使用する際に必要な項目なので今回の動画では割愛します。ここまででグループの設定が完了したということですね。はい。 次の項目は三番目のオートキャル。はい。それではグループ確定します。このオートキャルっていうのはどういった設定になるんですか。えっとまずはマイクのシリアルナンバーが一致していることを確認します。はい、<で>マイクのシリアルナンバーっていうのは先ほど紹介していただいた測定用マイクに書かれている番号のことですよね。そうです。 最初はお手持ちの測定用マイクに記載された番号を手動で入力します、まあ、注意点としては測定用マイクはシリアルによって特性を管理されているので GLM ソフトウェア上で番号が合っているか確認する必要がありますどうしてもネット環境が整えられない場合は0000006個と入力すると平均値での測定が可能となります このマイク一本一本がジェネレックは管理してるってことなんですね。そうです。それによってその個別の測定結果が自分に合ったものをしっかりと得られるっていう。はい。かなり大きいメリットですよね、はい。はい、そういうことになります。で基本的に、えー、このオートキャルの各項目についてはデフォルトの状態でオッケーです。参考までにどういった内容を設定できるのか見せていただけますか。はい。 まずはキャリブレーションモードについて説明しますシングルポイントとマルチポイントに設定できますでここの意味を補足しますとシングルポイントはその名の通りリスニングポイントのワンポイントのみにマイクを設置しますマルチポイントはシングルポイントを軸に複数の箇所にマイクを設置し平均値を取ります現在のバージョンではは測定ポイントの数に制限はありませんですが半径5 0センチ以内に設置することが最適とジェネレックは推奨しています 次の EQ についての項目っていうのはどういった項目になりますか、えっと、左右同一の EQ と個別の EQ をまず選択できるんですが、えっと、部屋の環境が左右で極端に違う場合は、まあ、個別でもいいかなと思いますが左右同一 EQ を推奨ししますそれは何ででしょうか、えっと、理由としては個別に追い込んで EQ をかけることで周波数特性としてはいい結果になりますが別の箇所に EQ がかかることで位相変換してしまうというデメリットがあります。 補足として、左右同一 EQ でも低域の 250Hz 以下は左右個別に設定されます。で最後が、クラウドオートキャル2、ローカルオートキャルという項目なんですけれども、はい、こちらはどのような項目になりますかえっと基本的にはネット環境がない場合はローカルデータを落とせば測定できるんですけど、えー、クラウドでの測定がおすすめです。で最初にも、 お話しいただいたように基本的にはその設定を特に変えなくてもそれが推奨の設定になっているということですねはい、デフォルトでかなりいい状態に持ってってくれます、うん、じゃあここから進めますはいこちらの測定準備についてはマイクの位置についての説明が書かれており部屋のサイズやシステム説明を入力することで、えー、後に説明するグレードレポートの結果をより分かりやすいものとします この欄について基本的には入力しなくてもオートキャルに影響がないので測定をクリックすると測定が開始されます。それでは測定をクリックします。 今度はステレオ2チャンネルプラスサブウーファーで測定したのでスイープ音が3回流れましたねそうですねで、この測定が終わったら右下のオートキャル確定ルはい、はい、すると、えー、次のオートフェーズのセクションになるんですがとサブウーファーを使用している場合こちらのオートフェーズの設定が必要となりますでオートフェーズとは LR の片方と えー、サブウーーをペアにリンクさせて位相をオートで合わせてくれます通常サブウーーは定在波の多い真ん中を避けて設置するのでこの場合はレフトのスピーカーに近いのでレフトとペアに設定するのがポイントです、えー、補足ですが商業スタジオなどではサブウーーを2台設置していることがありますがそちらについては左右のスピーカーに個別にオートフェーズをかけることでサブウーーの位相を最適にするという意味があります、えー、まずサブウーハを、えーをクリックして えっと、近い、えー、レフトのスピーカーをクリックするとリンクが完了します。 測定が完了したのでオートフェーズを確定しますすると、えー、結果が現れます。今この表示されたグラフっていうのは何を示しているのかちょっと見方を教えていただけますか。こちらのグラフについては縦軸が原因をデシベルを示していて横軸が周波数帯域ヘルツを示しています。 まずこの線についてなんですが赤い線はモニタースピーカーが設置された部屋で実際に測定された特性青い線は補正フィルターのカーブ緑の線は補正フィルター適用後のモニタースピーカーの特性となります今こうやってグラフ表示されてますけどローソーさんここから実際にどのように活かされてるんですかえっと、まあ、実際にこの測定結果でもものすごいいい結果ではあるんですが ほ本当に自分の耳で聞いて、まあ、例えば、まあ、ディップしすぎてるなと思ったところを、えー、EQ でプラスする例えばですけどこの辺りをもう3デシベル上げるとかこう微妙に4デシベルにするとかここがちょっと落ちすぎてるなと思ったら例えば 2レシビル戻すとか、こういったように、あのー、自分の好みの設定にカスタマイズできます。補正後の結果から、うん、さらに自分好みの音響設定に変更していけるっていうことなんですね。そうですね、まああの。測定後の結果がまずスタートだと考えて、ここからより良い環境に自分の好みの状態に、えー、持っていくことができます。 あとはまあこのグラフを見てこの部屋の特性だったりとかを把握できるので例えば拡散剤をプラスしたりとかそういう部屋の反射について今度改善したりとかそういうことでより良い環境を得ることができるのかなと思います、うん、この補正をスタート地点としてここから音響を整えていくためのヒントもたくさん詰まっているということですねそうですね。 でえーまあ、細かな設定というよりは、まあ、例えば若干ローが少ないなとかいうときに、まあ、こちらの設定がおすすめですまずグループプリセットから、えー、サウンドキャラクタープロファイラーを開いてこちらのローシェルフを、えーまあ、ここをプラスにするとこのようにグラフが変化しますこの作業を行うことでより好みの音響に近づけていくことができるいうことですね,そうですね 今グラフを閉じてこの画面に戻ってきましたけれどもこの画面のメニューの見方を教えていただけますかはい、えー、とこの画面がまあ通常の画面となるんですけどまず「ミュートオールを押すとすべ、えー、てのデバイスが、えー「ミュートになります。「ディムオールを押すとすべ、えー、てのデバイスが「ディムになります。でここから下なんですがえー もともとデフォルトだとマイナス 60dB でまず設定されるんですけど、まあ、自分の好みのゲインレベルに設定してこちらをプリセットとして保存することができますこのグループプリセットからプリセットレベルを保存してこちら2つまでレベル保存できますまずプリセット1に保存しますするとこちらにマイナス 30dB で現れます このようにデシベルが他の数値を示しているときにこちらのボタンを押すと即座にマイナス 30dB に戻りますそしてこちらのベースマネージメントここを押すとベースマネージメントがオフとなりますこちらのキャリブレートのボタンを押すと補正前の状態に戻ります補正前後を聞き比べられるってことなんですねそうですね 結構なんか僕的になんですけど、はい、そのもう定位の良さがもうキャリブレートキャリブレーションされた後が良すぎてなんか元の聞くと結構なんか特にセンターがしっかりしてないなっていうふうに思いますね。うんはい、こちらの項目で、えー、デバイスをクリックした時のに表示される画面が変わります。まずソロだと、 このデバイスがソロになりますミュートだとこちらのデバイスがスミュートになりますでインフォだと、えー、こちらに詳細が現れますで編集画面だと先ほどのグラフが表示されますプロの方がこう使い込もうと思えばかなり細かいところまで設定できますけど基本的には すごくシンプルですよね。はい。まあ初めはもう本当にこのデフォルトというか、もう補正結果を一回信じて、あとはまあ本当にまあリファレンスの曲とかいろいろなものを聞く上で気になる点をカスタマイズしていくのがいいかなと思います。今ここまで2.1チャンネルのステレオプラスサブウーファーの 測定についててお話を伺ってきましたが、はい、サブウーファーを自宅だったりとかプライベートスタジオにこう導入するのっていうのはどういったメリットがあるんですか、えっと、現代の音楽、まあ、特に自分がよく携わるヒップホップなど、まあ、あと最近の j p o p においても、まあ、ローエンドのクリアさとかなりはとても重要なので、まあ、リスニング環境でローエンドを再生できるということは必須だと思います。ななかなか まあ自宅でサブウーハーを鳴らせるって方は多くないと思いますが、まあ、可能であれば導入すべきだと僕は思います、はい、導入してどんな鳴りになってればいいのかっていうのもこの GLM ソフトウェアを使うと、はい、あの示してくれるってことですよねそうですね,あのそうですねジェネレックが推奨するそのサブの音をしっかり教えてくれるので分かりやすいと思います <laughs> 今紹介していただいた基本的な測定のほかにこの GLM ソフトウェアを使うとこういうことが便利っていうポイントは何かあったりしますか、えっとまあ、僕の場合だとそのイマーシブもやるのでやっぱスピーカーの数もすごい多いっちゃ多いので、まあ、GLM から一括でまあボリューム調整できたりとかうん、うん、あとまあスピーカーのオンオフが一括でできるっていうのがすごいいメリットかなと思います、うん。ソフト上でオンオフとかが全部管理できる はい、とてもボタ,ンはボタン一個です一台ずつこう回らなくても全部できるんですね、はい、そうですねであとは、えっと、独自の新機能、はい、えっとグレードレポートっていうので、はいえっと、その測定結果の詳細なレポートがメールで届くんですよなのでなんかその部屋の特性とか、はい、より詳しい情報が、えー、もう3分ぐらいでメールに届きますすごいもうそれ見ると あのかなり勉強になるんでとてもいいサービスだと思います。なんかすごいボリュームのレポートが届くっていう。そうですね。2.1チャンネルでまあ30ページぐらい届きます。はい。すごいですね。はい。そういったまあレポートを届いたりとかかなりまあプロの現場でもこう活用できるような機能が詰まっているということですね、はいうんうん。そうですね。実際にこの 室蔵さんのムロラボ、はい、でもあのかなりいろいろな作品が生まれていると思うんですけれども、はいうん、ここで使われている最初にまああのかなりスピーカーの台数が多いという話もありましたが、はい、ここでのスピーカー構成どういったふうになっているんですか？えっとドルビオアトモスの、えー、7.1.4ちゃんのイマ、えーシブ環境があります。はい、使われているのは今回そのテストでも使った、はい。 A です、ね、で、ですす。ね。サブは、えー、実際にまあイマーシブ環境ってなるとステレオだったり2.1チャンネルよりさらにこう複雑な音の作り方が、うん、作り込みが必要になると思うんですけれども、はい、そういった上でこの GLM ソフトウェアを使うメリットっていうのはやっぱり多分自力でじゃあそのスピーカーをしっかり鳴らせようと思うとやっぱ。 ちょっと難しいちょっとというかかなり難しいことだと思うんですけど GLM はもう本当にいろんなクラウド上にも,うものすごい量の,あの情報情報だったりとかが蓄積されてるんでもうやっぱりそういうなんだろうすごい大きなあの統計を取ってるんでなんかすごい安心して GLM に任せれば、うんはい、いいなと思ってますね。もう そうですよね。その日本の、はいまあ、クリエイターのみならず、はい、こう世界中のいろいろな環境で使われた蓄積がすべてとして受けられるいうことでですすもんね。はい、そうですね。はそ <laughs> 最後にここまでご紹介いただいたこの、まあ、今実際に作業でも使われているジェネレックのモニタースピーカーだったりとか、はい、GLM ソフトウェアを含むこのジェネレックで環境を構築するっていうところの魅力について うんうん、改めてて教えていただけますか、えっと、やっぱり GLM ソフトウェアを使ってのもう補正っていうのはもうやっぱり補正はもう現代必要不可欠だと思うんですけどもう特にあの初めの方でもあの言ったんですけどやっぱり GLM は本当にあの信頼できるんであの初めての方もぜひ使ってみるといいなと思います。ありがとうございいますはい では本日は室蔵さんを更新を迎えしまして GLM ソフトウェアの魅力について教えていただきました本日はありがとうございましたありがとうございました